フリードリヒソハーフェンはドイツ連邦共和国の都市。バーデンビュルテンベルク州に属する。人口は6万1221人。フェルディナント・フォン・ツェッペリンによる飛行船開発の地として知られる。ドイツ、スイス、オーストリア国境にあるボーデン湖の湖畔に位置している。近隣の都市としては約25キロ西にコンスタンツ、20キロ南東にリンバウが位置している。 ZF フリードリヒスハーフェンの本社がある。街の成立は遅く、19世紀に入ってからである。20世紀初頭にフェルディナント・フォン・チェッペリによって、飛行船開発が行われ、航空機産業などで栄えた。第二次世界大戦では、そのため、連合軍によって激しい攻撃を受けた。上部ドイツ語に属するアレマン語の一方ことである定地、アレマン語に属するボーデンコ。 アレマン号を使用するアレマン系が多い。20世紀初頭、この地で開発された、ェッペリン飛行船は各国で採用された。しかし、ヒンデンブルク号の大事故は、同飛行船の信頼を失墜させた。この第惨事は、ロックバンドレッド、チェッペリンのアルバムジャケットにも使用されている。ありがとうございます。